皆さんこんにちは。それでは今日もワクワクピアノ講座を始めたいと思います。今日も家路を弾いてみようというところです。今日のポイントとしては、2つの音ハーモニーをよく聞いてみようということです。ちょっと楽譜を見てみましょうね。はい、今日お勉強するところは3段目のここの部分になります。右手と左手それぞれが違う音を弾きます。ですのでメロディーが2つの音ハーモニーになってこのまま動きますよということになっていますね。ですので片手ずつよく練習してから合わせてみましょう。ではまず右手のところ、今日はラを3の指で弾きます。ここの楽譜のところのピアノの絵のところで見ますと、ラここですね、ここ3の指で弾きましょうということですから、この3の指をここに準備しておきますね。はい、では右手の部分を一緒に弾いてみましょう。ラを 3の指をラのところに準備してください。ではここからいきたいと思います。3はい、できましたか？では今度は左の手を練習してみたいと思います。同じく3の指をファのところに準備します。はい、このファはどこかというと、中央のドよりも左こちらの部分になりますね。ここを同じく3の指で弾きますので、3の指をファのところに準備しておきましょう。大丈夫でしょうか？ではいきますね。3、はい。はい。このあたりからちょっと難しくなりますのでね、皆さん右手、左手、一生懸命頑張って練習してみてください。で、ここでもう一つのポイントは、はい、この記号ですね。この記号はリピートと言います。ちょっとこちらに移動しますね。ここに書いてあります。この記号です。リピート。この間を繰り返し演奏しましょうということですので、この間の部分、ここを一度弾いたらもう一度戻って弾きましょうという記号になっています。ですので右手を1回、2回、そして左手も1回、2回と練習してみましょうね。では3の指を、右手の3の指をラの場所に置きましょう。はい、ではいきますね。3、はい。そしてまた戻ります。はい、できましたか？では今度左手のここの部分を
回、2回と繰り返して練習してみましょう。左手の3の指をファの場所に置いてください。3、はい。はい、もう一度繰り返します。でしょうか。このように右手を繰り返して、左手も繰り返してというような練習を重ねていってみましょう。そして今度はここを両手で引いてもう一度繰り返すということになっています。ではちょっと弾いてみますね。右手と左手と合わせた時です。いきます。3、はい。で、もう一度繰り返します。とてもメロディーが綺麗に2つハーモニーとなって聞こえてきますね。このように綺麗に自分でも聞いてわかるようなハーモニーとして聞いて練習してみるといいかと思います。ではもう一度そこのところを両手で弾いてみますね。皆さんも一緒に弾いてみましょう。3の指を右手腹の場所に、左手の3の指はファの場所に準備していきましょう。では行きましょう。3、はい。で、繰り返しです。でしょうか。ということで今日のお勉強のところ、第15回ハッピータイムワクワクピアノ講座家路を弾いてみよう、ポイントとして2つの音ハーモニーをよく聞いてみようというところをお勉強してみました。では皆さんもお家で一生懸命練習してみてくださいね。では今日はこれで終わります。さようなら。